まず、佐藤先生にお伺いしたいんですけども、清水宏監督というのは、日本の映画の、歴史の中で、どのような位置にあった監督なんでしょうか。大会社の映画の中で、個人映画みたいなものを作ってた人だと言うと思います。そういう意味で、非常に、70年前にセンターを、今の、個人的な映画というのがいっぱいあるわけだけど、そういう、俺の芯が出てたというか、そういうことを堂々と、で小津さんとか水口さんとは大変仲良かったと伺ってますけども、まあ、お互いに松竹時代の、まあ、同窓生っていうんですかね、同窓なんですけども、なんかそのエピソードありますか。今、溝口健二の名前が出ましたけど、溝口健二は、その蒲田大船と対立する一括の監督でしてね、そして、蒲田撮影所で作られたのはこういう現代的な庶民的な映画の流れなんだけれども、日活の方はもっとあれですよ、社会派的というかな、重厚な映画を作ってましてね、それで、日活はそれまでの新派とか歌舞伎の出身のプロの役者たちが揃っていて、この人たちは演技の仕方は俺たちがよく知っとると、監督なんていうのはなんていうかな、その辺の整理係みたいなものになっちゃって、役者の方が威張ってたんですよね。それでね、その役者たちを徹底的にこう絞り上げて、そしてもう強烈なその力作を作り上げるっていうのが、溝口健二とか、それから内田智っていうような人がね、その人たちがそういう流れを作ったんですけどね、松竹の方はね、あれ1920年に蒲田撮影所が始まるんだけど、その時にね、もちろんそういう役者も雇うけれどもね、新しい生き方をやりたいと。どういうことかっていうとね、ハリウッドにスカウトを派遣してね、新しい技術を教えてくれる人が欲しいということで、ハリウッドに、人を探していった、アメリカの監督たちがね、いや別にアメリカ人を雇わなくてもいいよと、ハリウッドには日本人がそこから働いてるから、中に優秀なやつがいるから、それを連れて行ったらいいんじゃないのって言われて、まあ、セシル・ビビルっていう人がそう言ったって言うんでね、それでヘンリー・コダニって人をね、雇ってくるんですよ。これ日本人でカメラマンなんですけどね、この人が撮影所に来てね、新しいテクニック、いろんなテクニックをしてね、その中でクリシマス・ニコの辞典に書いてあるんだけども、クリシマス・ニコにね、演技指導するのにね、あなたここに立っててくださいと、そこから10歩歩いて、そこで10歩歩いたところで立ち止まって、そして顔をちょっと曲げて、私はここでこうやってるから、この手を持ってくださいと。それでね、そこで誰がいるんですかって聞いたら、いや、そんなこと考えなくていいと。それは、馬鹿にして言ってるんじゃなくてね、その当時の俳優はね、素人でもね、その役の心理を考えたりなんかしてね、一生懸命この芝居を考えるとね、どうしてもオーバーな演技になっちゃう。大体その当時は舞台の俳優しかいなかったもんですからね、もともとオーバーで映画 のリアルな演技ができない。だからね、考えなくていいと言われた通りにやってればね、ちゃんとその後でここに恋人かなんかのカットが来ると、そうするとね、無表情でもちゃんとね、ああ素敵っていうような表情に見えるんだと、だから考えるなっていう、まあ、そういう印象をしたらしいんですけどね、これは清水宏と直接結びついてましてね、清水宏も役者にね、考えるなと、考えなくて、ただそこにいろと、そこにいるだけで何かこうね、存在感があるってことが映画では重要なんだっていうことでね、そうすると、ただの素人を使ってるようでは、下手な演技をさせてるようだけれども、実はそういう演技指導が映画でできることによって、街から素人の、あれですよ、スポーツマンとか、からダンスホールのダンサーとかね、そういう人を連れてこられるわけですよ。で、彼らに5秒ずつ演じ手取りを1人演じさせると、非常に今日的な若者をスクリーンに活躍させることができるんですよね。これが松竹の蒲田が発明した生き方なんですよ。だから非常に新しい今の世相風俗をそっくり反映しているような
非常にかっこいい若者を、しかし素人の若者を連れてきてさせると。日活はそれに対してね、伝統的な役者を徹底的に絞って鍛えて、まあ、この2つの流れが日本映画の大きな流れになって、いまだにやっぱりこの2つの流れが、葛藤しているというかな。力強い映画は黒澤明が作った、優しい映画は木下圭介が作ったので、これが大きな流れになりますね。その中で、清水博士は、そのね、何気ない芝居というものを一番徹底的にやった人ですよね。そういう位置づけといえばそれでしょうね。そして、溝口健二はね、清水君は天才だと、小津君や僕は努力家に過ぎないって言った、いい文句を残してますね。小津安二郎もそれを肯定してるらしいですね。清水監督はですね、海外でもかなりね評価を受けてて、まあ、この間ニューヨークにその当時の上映した方に伺ったんですけども、どういうふうな受け方をしたんですかって伺ったら、やっぱりなんかトラベリングものっていうんですかね、そういうねものに対して外国人が素直に反応してですね、あ、面白いって言ってね、まあ、イギリスとかニューヨークとかフランスとかで結構受けたらしいですね。だからそういう意味でも清水さんはやっぱりそういう天才的ななんかひらめきがあったんでしょうね。30年ぐらい前だけれども、フランス人でアメリカで、仕事している映画史家のイベルバンシットとかね、ちょうど日本でフィルムセンターが発足したばっかりの頃でね、そのフィルムセンターを訪ねてきてね、小津や溝口を見て、日本映画にはアメリカや映画にない独特なものがあると思ったけど、しかし他にももっとそういう人いないかって、聞かれましてね、何を知りたいんだったら、要するにハリウッド映画っていうのは非常に要領よく、まさに資本主義的に要領よく重要なところだけ見てて、そして気分を出すなんていうのはもう取っ払ってね、ストーリーがやっぱりいかに要領よくストーリーが展開していくかっていう、そのことで一つの文法が出来上がっている。その文法を世界中の映画人は真似してね、それを勉強してやってるんだけどね、どうも日本はあまりに強力な文化的伝統があるために、その何て言うかな、そのハリウッドで作り上げた文法にねハマらないやつがいると。溝口なんかの長回しもまさにそれだと、そして小津の動かないカメラもそうだと。でもまだいないかっていうからね、そんなら清水博士だっつってね、花形選手っていうのを見てやりました。私はあれが大好きでね、まあ、本当にノンシャランとデタラメなことをやってるようで、全体が一貫した雰囲気の出ている映画でね、なんかこうストーリーを要領よく語るっていうことの反対の極致にあるような映画でね、でストーリーはどうでもいいから気分を楽しみましょうっていうような映画で、気分とかその出てくる人間のこう人柄とか存在感とかね、そういうものが良ければいいんだって、それが風景といかによくマッチしてるかとかね、それは花形選手なんて一番典型的で、何しろストーリーはないんじゃないですかね。本当にね、なんか仲間同士で、ちょっとピクニックしてそこでふざけ合ってるのをそのまま撮ったような映画ですからね、これだっつって見せてやったら、そしたらですよ、彼のデスタント・オブザーバー、トゥ・ザ・デスタント・オブザーバー、遠くからの観察者っていうのかな、そういう日本映画論を多くありましてね、その中で清水博士を大々的に論じてましたけどね、これは日本映画論の一つの何て言うかな、一種の古典みたいになってますけど、